皆さんこんにちは、ボンドボディ探検隊ツッチーパフォーマンスです。今日は久しぶりにボンドボディに来ております。今日なんか面白い車が何台か入ってるっていうことなんで、それをご紹介したいと思います。ちょっと早速行きましょう。まず紹介するのがこちらでございます。トヨタハイラックス、もうゴリゴリにいじったすごいやつです。カスタムを担当した高橋さんに。担当してないですか？ちょっと携わった、はい、ちょっと携わった高橋さんにちょっと紹介してもらいたいと思います。こんにちは、ボンドボディ高橋です。よろしくお願いします。これもう先に言っちゃっていいですか？はい、はい、これバルドのもうキットというか、はい、パーツをもうフルフルで組んだトヨタハイラックス、合ってますか？合ってます。はい、はい、で欧州車はメインで基本的に取り扱っていただいているボンドグループなんですけれども、なんと珍しいハイラックス、こんな車もカスタマイズできちゃうんです。はい、はい、で部品もうどこから触ってっていいのかよく分かんないぐらいいろいろついてますけど、はい、もう大体この黒いパーツがバルドっていう感じですかね。そうですね、はい、バンパーはフルバン、あ、フロントバンパーはフルバンパーですけど、他は全部黒いパーツ。なるほど、もうバンパーはじゃあごっそり交換してバルドのバンパーになってると。そうです。もうなんかすごい造形ですね、はい、63のバンパーみたいなこうグワッていうダクトとそしてなんかこの辺がワンオフでカスタマイズされてるってこと で、デイライトもともと4灯だったんですけど、ワンオフで作って6灯になってます。なるほど、本来はこの内側2灯がない状態が純正の状態が足して6灯にしてるっていう、はいはい、めちゃくちゃ自然に確かに言わないと分かんないできてますレベルになってますね、はい、これランプも同じの買って、じゃあそうですね、はい、ここを延長して延長して、なるほど、はい、そんなちょっとエアロのリメイクというか、はい、もうお任せくださいっていう感じですか、はい、なるほど。フロントバンパーももう、3色、同色とグロスブラック、マットサテンブラックで、あ、なるほど、塗り上げてます。こっちサテンで、こっちグロスで、はい、でボディ同色で、はいはい、ちょっとメリハリのついた、はい、まあ、白黒だけど3色使って、はい、そんなこともしてあると、はいはい、そして真ん中はこれちょっと SUV らしいちょっとこのアンダーガード的なデザインになってて、ちょっと飛び出たデザインなんですね。そうですね、はい、もうすごいですね、迫力が。バルドめちゃくちゃ強そうです、ね、フィッティングどうですか？フィッティング良好ですか？良好です。なるほど。そしてこれグリルとかもこれ一体ではないんですか？純正にかぶせてある感じですか？純正にかぶせてあります。なるほど、はい、でグリルもサテンとグロスとあとエンブレムもなんかスモークっぽく、はい、こちらはフィルムを貼ってます。なるほど、はい、ちょっとトーンをちょっと一段階落として引き締まった感じになっております。そしてボンネットがまたすごいことになってますけど、ちょっとこのバグガードを意識したのか、はい、すごい造形のなんかボンネットの先端にアクセントがついてますね。これグワッていう、そしてここもちょびちょびっと、そしてこのボンネットのこのこれは乗っける貼り付けですね、はい、なるほど、こんなアクセントもついてると。そしてルーフにはなんとこのどでかいライトが、はい、これが手元のスイッチでつけたり消したりできると、はいはい、LED の自由自在です。LED のランプもついてる。そして横に回ってみましょう。横またこれすごいどでかいフェンダーがついてますね。はい、これはワイドにもなってる。ワイドになってますね、はい、なるほど、結構出てますね、はい、そして横も2色で塗り分けてて、はい、これはあれですよね、ダミーですよね。こちらはダミーですですよね、はい、ちょっとトルクスのボルトで留めたようなデザインになっております、はい、そしてそのフェンダーの中に入ってるのもバルドですね、はい、バルドのホイール、はいはい、これもなんかちょいカスタムしてあるんですよね。そうですね、もともとポリッシュ、天面ポリッシュの、グロスブラック仕上げだったんですけど、ポリッシュ部分を全部サテンブラックで塗り直します。なるほど、こことこのラインが本来ポリッシュだったんです、でセンターキャップにつながる。なるほど、それをもう真っ黒に。真っ黒に。ただサテンで塗ってるんで、ちょっとこの内側のグロスとちょっと質感が違うんで立体感のある、はい、仕上がりになってます、はい、でブレーキもローターとキャリパー、あ、これブレーキまであるんですか、はい、でかっ、6ポットですか、6ですか、すごいどでかいブレーキがついております。2ピースのローターと、でこれタイヤの外見もだいぶでかくなってますよね。だいぶでかいですね、はい、なんとこれを履かせるために全て加工してますこうボディというかこうフェンダーを切って、はいはい、タイヤハウスをでかくして履くっていう、はい、元々のバルドのバンパーも作り直して、あ、こっちも作り直してるんですか？作り直してます、はい、なるほど。でしかもそんなに大胆なことをやってるのに、車がなんと今回これ
新車です。新車でこんなにゴリゴリにカスタムしちゃうんですか。はい、小野さんはまだ一度も乗ってないです。そして横はこれエンブレムとかドアの取っ手とかもハンドルも塗ってます。あ、なるほど、はい、この辺もしっかり、はい、本当になんかサテンとグロスをいろいろ使い分けてます、はい、でマフラーも、マフラーもこれ絶対社外ですよね。もう、はい、ワンオフで作ってます、ね、はい、あ、ワンオフなんですね、はい、あ、サクソンのマフラーですね、はい、サクソンはちなみに某国産チューナーのマフラーの多い生産なんかも手掛ける、はい、知ってましたか高橋さん。もちろん、はい、結構有名なマフラーメーカーです。そうですね、はい、でリアは同じようにどでかいフェンダーと、はい、どでかいタイヤが、はい、そしてリアの、あ、リアはそっかドラムだから、はい、触れずにっていう感じですね、はい、なるほど、こんなリアになっております。そして後ろ、後ろも前に負けず劣らずこれ前から見ても後ろからついてもこうちょっと普通のハイラックスじゃないなっていう、普通じゃないですよね、感じがにじみ出てます、はい、この辺はどれがバルトのパーツになるでしょうか。黒いパーツ全部バルトなんですけど、こちらとこれすごいですね、はい、こういうウィングなんですね。そうですね、はい、テールランプを囲むようにウィングが、はい、リアはテールフィルム貼れないんでスモークペイントしてます。あ、なるほど、はい、この辺もトーンを落として、でバンパーも一回りなんかどでかくなってますね、はい、これヘッジメンバーは最初からヘッジメンバーも塗ってます。あ、ヘッジメンバーも塗ったんですか。はい、ちょっとブレーキに合わせて赤くってことですか。赤く、はい、あ、なるほど。でこれエンブレムももちろんなんですけれども、はい、この取っ手も真ん中のハンドルも塗ってます。なるほど、この辺も塗ってると、もうとにかくもうハイラックスに見えない、はい、けど唯一なんかこの辺がはい、はい、残してあります、はい、ちょっと商用車感が残る、はいはい、そんな感じのハイラックスになっております。あとはこれあれですかね、プライバシーガラスの設定がないんですかね、わかんない。いやちょっとわかんないですけど、はい、まあ、ウィンドウフィルムの施工なんかもボンドボディでやらせていただいた感じになります。はい、というわけでハイラックスご紹介させていただいたんですけれども、次にご紹介する車がこちらでございます。なんとフェラーリ812、まあ、フェラーリ812っていう時点でもう結構珍しいと思うんですけど、それをさらに今回カスタマイズしてるみたいです。でこの車は実は新車で名古屋店でご入庫いただいてカスタム中の車なんですけど、動画取りためてるんで完成した時に全部まとめてご紹介させていただきますんで、今回はちょっとさらっとどんなことをしてるのか。なんと今回これノビテックのエアロパーツをかなりいろいろつけてるみたいです、まあ、この辺とかこの辺とか、これフロントめちゃめちゃかっこいいですね。なんかもうこういうデザインに見えるんで、もうすごくアグレッシブレーシーなフロント周りになっております。そしてボンネットのこの辺もカーボンになってたりとか、そしてサイドもっとすごいです。ここが全部カーボンになってるっていう、もうただでさえめちゃめちゃレーシーな812がもっとレーシーになってます。そしてこのトランクスポイラー、こちらもノビテックのトランクスポイラーになっております。で下はこれ純正のオプションのカーボンのパーツになってるみたいです。でノビテックのエアロかなり品質がいいんで、まあ、見ていただければ分かるんですけど、本当にこの上と下で目がほぼ一緒なのがお分かりいただけますでしょうか。フェラーリ純正のこの平織りのカーボン、しかもこのカーボンの目のサイズもほぼ一緒だから、本当に言われないと車外って分からないぐらい、そのぐらい自然な仕上がりになってます。で今回この車、まあ、エアロパーツだけじゃなくって、まあ、いろいろやらせていただいてます。で、まあ、他にもマフラーとか、このこれなんか聞いたらオプションのホイール、オプションのホイールなんですけど、さらにここから変えちゃうっていう、もう新車で乗ってないのにオプションのホイールを変えるっていう、もう僕にとったらかなり謎なんですけど、はい、そんなすごいメニューになってます。でマフラーも交換されてるみたいなんで、ちょっと音も聞いてみたいと思います。そしてちょっとせっかくなんで中をチラッと、はい、もう土新車なんでピカピカなんですけど、
もう至る所がカーボン。これオプションの総額多分とてつもないことになってるんじゃないかなっていう。オプションだけで車が買えそう。そんなすごい車をさらにカスタマイズ、新車でするっていうとてつもないことがスタートしております。なかなかこの手の車になるとエアロパーツの取り付けバッチリできますよっていう多分板金屋さんも結構少ないんじゃないかと思います。なんでまあケースバイケースなんですけれども、本当に名古屋店から車をこっちに運んで、まあ、エアロ取り付けてっていうこともしてますんで、クオリティバッチリなものがどの店舗でも、ご提供できますんで、ぜひぜひご相談くださいませ。あとですね、駐車場にもうなんかド級の G クラスが止まってるみたいなんで、それもちょっとだけ紹介したいと思います。いきましょう。次にご紹介するゲレンデがこちらでございます。なんとラッピングで緑色、こんなの見たことないです、はい、バンパーフェンダーが外れてるんで、もうお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、なんとブラバスワイドスターこれから組むそうです、はい、なんでとてつもないワイドスターが出来上がりそうです。ホイールもなんとアメタンにもう交換済みっていう、これもまた強烈っすね。とんでもないのになってます。そしてリアはなんとブラバスの背面タイヤカバーもラッピングしちゃうっていうちょっとすごい、もうこのブラバスのロゴも全部一回平らにしてラッピングしてるみたいです。なんかもうやってることがド級すぎてすごすぎます。はい、というわけで今回はちょっと久しぶりにボンドボディでかっこいい車何台かご紹介させていただきました。ボンドボディ基本的には欧州車メインでやらせていただいてるんですけれども、国産車エアロパーツの取り付けから自己修理まで、まあ、何でもお気軽にご相談ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。